今回は Apple Watch 単体でできることについてご紹介します。最近は腕時計型のスマートウォッチが続々と登場していますが、中でも Apple の販売する Apple Watch が有名どころです。Apple Watch は基本的には iPhone と接続して使うものなんですが、シリーズ3以降はセルラー対応モデルが登場し、iPhone なしでも使えるようになっています。そんな中、 アップルウォッチ単体でできることは何 ?iPhone なしでどこまでできるのと気になっている方も多いと思います。そこで今回は、Apple Watch で iPhone なしの単体でできることについて見ていきましょう。Apple Watch 単体でできることには、オンラインのみできることと、オフラインでもできることの二通りがあります。 Apple Watch を単体でオンラインの状態にするためには、セルラー対応モデルを使うか、GPS モデルを Wi-Fi に接続する必要があります。Apple Watch はシリーズ3以降は、セルラー対応モデルが販売されていて、iPhone がない環境でもセルラー通信に接続できるようになっています。また、セルラー非対応の GPS モデルの Apple Watch であっても、Wi-Fi に接続できる環境であれば、Wi-Fi を使って通信をすることも可能です。 ちなみに Apple Watch の初期設定は必ず iPhone とペアリングしないといけないので今回紹介する機能はすべて初期設定を完了した後の機能となります続いては実際に Apple Watch 単体でできることについて見ていきます一つ目の Apple Watch 単体でできることは時計です Apple Watch では iPhone なしの単体の状態でも時計を使うことができます時計の技能は Apple Watch がオフラインの状態でも使うことが可能です。ただし、インターネットの電波時計の機能を使って時刻合わせをする場合は iPhone と接続する必要があります。Apple Watch の時計はシリーズ4以前と SE は腕を上げた時に表示されシリーズ5以降は常時点灯に対応しています。このように Apple Watch 単体でできることの一つに時計があります。二つ目の アップルウォッチ単体でできることは電話です。アップルウォッチでは iPhone なしの単体の状態でも電話を使うことができます。ただし、電話を iPhone なしの単体で利用するためには、アップルウォッチがセルラー対応モデルである必要があります。アップルウォッチがセルラー対応モデルでかつ、電波の圏内であれば、どこからでもアップルウォッチから電話をかけることができますし、アップルウォッチにかかってきた電話を受け取ることができます。 アップルウォッチが GPS モデルの場合は iPhone なしの単体では使えませんが FaceTime オーディオであれば Wi-Fi を使って発信、着信ができます。アップルウォッチの電話は標準搭載の電話のアプリから利用できます。このように Apple ウォッチ単体でできることの一つに電話があります。三つ目の Apple ウォッチ単体でできることはメッセージアプリです。Apple ウォッチでは iPhone なしの単体の状態でもメッセージアプリを使うことができます。ただし、メッセージアプリを iPhone なしで利用する場合は Apple Watch がオンラインである必要があります。そのため、単体で使うためには Apple Watch がセルラー対応モデルであるか、もしくは GPS モデルを Wi-Fi に接続している必要があります。Apple Watch では標準搭載のメッセージのアプリやサードパーティーの LINE などのアプリが単体で利用できます。 ちなみに、SMS の送受信は iPhone を接続する必要があります。このように、Apple Watch 単体でできることの一つに、メッセージアプリがあります。四つ目の、Apple Watch 単体でできることは、心拍数を測る、です。Apple Watch では iPhone なしの単体の状態でも心拍数を測ることができます。心拍数の機能は、Apple Watch がオフラインの状態でも使うことが可能です。 アップルウォッチの心拍測定は標準搭載の心拍数のアプリから利用できます。アップルウォッチで計測した心拍数のデータは iPhone と接続された時にヘルスケアのアプリに同期されます。このように Apple Watch 単体でできることの一つに心拍数を測るがあります。5つ目の Apple Watch 単体でできることはワークアウトです。Apple Watch では iPhone なしの単体の状態でも ワークアウトのアプリを使うことができます。ワークアウトの機能は Apple Watch がオフラインの状態でも使うことが可能です。Apple Watch で計測したワークアウトのデータは iPhone の接続された時に同期されます。Apple Watch のワークアウトは標準搭載のワークアウトやサードパーティーのアプリから利用できます。このように Apple Watch 団体でできることの一つにワークアウトがあります。6つ目の Apple Watch 団体でできることは 音楽を聴くです。Apple Watch では iPhone なしの単体の状態でも音楽を聴くことができます。Apple Watch で音楽を聴く方法は、オンラインで聴く方法とオフラインで聴く方法の二通りがあります。オンラインで聴く方法を iPhone なしの単体で利用する場合は、Apple Watch がセルラ対応モデルであるか、もしくは GPS モデルを Wi-Fi に接続している必要があります。オフラインで聴く方法は、事前に iPhone から Apple Watch に楽曲を転送しておくことで、どこでも単体で音楽を聴くことができます。Apple Watch の音楽は、標準搭載のミュージックやサードパーティーのアプリから利用できます。Apple Watch の楽曲再生は、本体スピーカーからの再生ができないので、Bluetooth でイヤホンやスピーカーと接続する必要があります。このように Apple Watch 単体でできることの一つに、音楽を聴くがあります。七つ目の、 アップルウォッチ単体でできることは、ポッドキャストを聞くです。アップルウォッチでは、iPhone なしの単体の状態でも、ポッドキャストを聞くことができます。アップルウォッチでポッドキャストを聞く方法は、オンラインで聞く方法と、オフラインで聞く方法の二通りがあります。オンラインで聞く方法を、iPhone なしの単体で利用する場合は、アップルウォッチがセルラー対応モデルであるか、もしくは GPS モデルを Wi-Fi に接続している必要があります。 オフラインで聞く方法は、事前に iPhone から Apple Watch にエピソードを転送しておくことで、どこでも単体で Podcast を聞くことができます。Apple Watch の Podcast は標準搭載の Podcast やサードパーティーのアプリから利用できます。Apple Watch の Podcast の再生は、本体スピーカーからの再生ができないので、Bluetooth でイヤホンやスピーカーと接続する必要があります。このように Apple Watch 単体でできることの一つに、 ホットキャストを聞くがあります。八つ目の Apple Watch 単体でできることは Apple Pay です。Apple Watch では iPhone なしの単体の状態でも Apple Pay を使うことができます。Apple Pay の Suica、Quick Pay、ID はオフラインでも利用できるようです。そのため Apple Pay は Apple Watch のセルラー対応モデルでも GPS モデルでもどちらでも同じように利用できます。Apple Watch の Apple Pay は Apple Watch のサイドボタンをダブルククリックすることでで利用できますこのように Apple Watch 単体でできることの一つに Apple Pay があります。ここのめの Apple Watch 単体でできることは PayPay です。Apple Watch では iPhone なしの単体の状態でも PayPay を使うことができます。ただし PayPay を iPhone なしで利用する場合は Apple Watch がオンラインである必要があります。そのため単体で使うには Apple Watch がセルラー対応モデルであるか、もしくは GPS モデルを Wi-Fi に接続している必要があります。Apple Watch の PayPay は PayPay のアプリをインストールすることで利用できます。Apple Watch の PayPay は画面に表示されたバーコードまたは QR コードを読み取って利用します。このように Apple Watch 単体でできることの一つに PayPay があります。10個目の Apple Watch 単体でできることは App Store です。Apple Watch では iPhone なしの単体の状態でも App Store を使うことができます。ただし、App Store を iPhone なしで利用する場合は、Apple Watch がオンラインである必要があります。そのため、単体で使うには、Apple Watch がセルラー対応モデルであるか、もしくは GPS モデルを Wi-Fi に接続している必要があります。Apple Watch の App Store は、標準搭載の App Store のアプリから利用できます。App Store へアクセスしたら、 単体で Apple Watch 用のアプリを Apple Watch にインストールできます。このように Apple Watch 単体でできることの一つに App Store があります。11個目の Apple Watch 単体でできることは、ボイスメモです。Apple Watch では、iPhone なしの単体の状態でもボイスメモを使うことができます。ボイスメモの機能は、Apple Watch がオフラインの状態でも使うことが可能です。Apple Watch のボイスメモは、 標準搭載のボイスメモまたはサードパーティーのアプリから利用できます。Apple Watch で録音されたボイスはインターネット接続時に iCloud を通じてお使いの iPhone、iPad、Mac などと同期されます。このように Apple Watch 単体でできることの一つにボイスメモがあります。12個目の Apple Watch 単体でできることは計算機です。 アップロッチでは iPhone なしの単体の状態でも計算機を使うことができます。計算機の機能は Apple Watch がオフラインの状態でも使うことが可能です。Apple Watch の計算機は標準搭載の計算機のアプリから利用できます。このように Apple Watch 単体でできることの一つに計算機があります。13個目の Apple Watch 単体でできることはアラーム、ストップウォッチ、タイマーです。Apple Watch では iPhone なしの単体の状態でもアラーム、ストップウォッチ、タイマーを使うことができますアラーム、ストップウォッチ、タイマーの機能は Apple Watch がオフラインの状態でも使うことが可能です Apple Watch のアラーム、ストップウォッチ、タイマーは標準搭載のアラーム、ストップウォッチ、タイマーのアプリから利用できますこのように Apple Watch 単体でできることの一つにアラーム、ストップウォッチ、タイマーがあります14個目の アップルウォッチ単体でできることはノイズ検知です。アップルウォッチでは iPhone なしの単体の状態でもノイズ検知を使うことができます。ノイズ検知の機能は Apple ウォッチがオフラインの状態でも使うことが可能です。Apple ウォッチのノイズ検知は標準搭載のノイズのアプリから利用できます。Apple ウォッチで計測したノイズのデータは iPhone と接続された時にヘルスケアのアプリに同期されます。このように アップルウォッチ単体でできることの一つにノイズ検知があります。15個目のアップルウォッチ単体でできることはコンパスです。アップルウォッチでは iPhone なしの単体の状態でもコンパスを使うことができます。コンパスの機能はアップルウォッチがオフラインの状態でも使うことが可能です。アップルウォッチのコンパスは標準搭載のコンパスのアプリから利用できます。コンパスに対応しているのは アップルウォッチのシリーズ5以降になります。このようにアップルウォッチ単体でできることの一つにコンパスがあります。16個目のアップルウォッチ単体でできることは防災速報です。アップルウォッチでは iPhone なしの単体の状態でも防災速報を使うことができます。ただし防災速報を iPhone なしで利用する場合はアップルウォッチがオンラインである必要があります。そのため 単体で使うには、Apple Watch がセルラー対応モデルであるか、もしくは GPS モデルを Wi-Fi に接続している必要があります。Apple Watch の防災速報は、防災速報のアプリをインストールすることで利用できます。このように Apple Watch 単体でできることの一つに、防災速報があります。17個目の Apple Watch 単体でできることは、血中酸素濃度を測るです。Apple Watch では、 iPhone なしの単体の状態でも血中酸素濃度を測ることができます。血中酸素濃度の測定機能は Apple Watch がオフラインの状態でも使うことが可能です。Apple Watch の血中酸素濃度は標準搭載の血中酸素ベルネスのアプリから利用できます。Apple Watch で計測した血中酸素濃度のデータは iPhone と接続された時にヘルスケアのアプリに同期されます。 血中酸素濃度の測定に対応するのは Apple Watch のシリーズ6以降となります。このように Apple Watch 単体でできることの一つに血中酸素濃度を測るがあります。18個目の Apple Watch 単体でできることは心電図を測るです。Apple Watch では iPhone なしの単体の状態でも心電図を測ることができます。心電図の測定の機能は Apple Watch がオフラインの状態でも使うことが可能です。Apple Watch の心電図は標準搭載の心電図のアプリから利用できます。Apple Watch で計測した心電図のデータは iPhone と接続された時にヘルスケアのアプリに同期されます。心電図の測定に対応するのは Apple Watch のシリーズ法以降となり SE は非対応となります。このように Apple Watch 単体で,できることの一つに心電図を明るあります。 今回は Apple Watch 単体でできることについてご紹介しました。このように Apple Watch では iPhone なしの単体でも様々なことができるようになっています。また2019年の WatchOS6 から単体で App Store からアプリをインストールできるようになりましたし、ソフトウェアアップデートも単体でできるようになりました。Apple Watch は年々進歩しているので、今後はさらに単体でできることが増えていくでしょう。 果たしてアップローチはこれからどのような進化を遂げていくのか目が離せませんね。